コノスバ。うん、いいわ。似合ってるじゃないメル。これで準備バッチリね。これが着物。とっても素敵ですわ。カズマ、今夜はお祝いのパーティーに呼んでいただき感謝です。スコールの留守中、よろしく頼むって言われたしな。というかアクア、まだ新年会の用意もできてないし、ちょっと張り切りすぎじゃないか。いいのよ、その前にやらなきゃいけないことがあるんだから。あの陰険悪魔に見せつけてやるのよ。らっしゃいらっしゃい、年末セール開催中。行く年来る年、必要なものの買い出しはお済みかな。はあ、臭い臭い。役だらけの悪魔の商品なんて誰が買うのかしら。仕方ないから私が残らず浄化してあげましょうか。これはこれは、いきなり営業妨害とは。誰もが世話しないこの時期に迷惑女神はかなりお暇と見える。ふん、私なんか忘年会に新年会に予定がいっぱいで大変なのよ。働けば働くほど赤字のあんたたちには縁がないでしょうけど。やかましいわ、商売の邪魔をするでない。知能のステータスが低い何時には思いつきもしなかろうが、我が輩たちにも予定があるのでな。なんですって、ちょっとどういうことよウィズ。初日の出を見に行くんです。初日の出？しかり、飲んだくれの自称女神よりもはるかにご利益があるありがたい日の出に、商売繁盛を拝みにな。ほんと嫌味な悪魔よね。あんなのに遅れを取らないように、大人数でもっといい場所で初日の出を拝んでやるって決めたの。なんだその子供みたいな対抗心は。日の出なんてどこで見ても同じだろう。違います、綺麗な景色の中で見る日の出はすごいんだから。今日はそのための強力な助っ人も呼んであるの。助っ人？アクア様、このセシリ、お呼び出しを受け参りました。あら、美少女のメルさんじゃありませんか。これも何かの縁、サインをいただけませんか。サインもしや私のファンですの。仕方ありませんわね。どこにサインすれば。騙されてるぞ。いたずら好きのくせに、こういうところは簡単に引っかかるんだから。何やってるのよセシリー。ほらこっち来て、ちゃんとあなたの分の着物も準備できてるんだから。素晴らしい仕立てだな、セシリーによく似合っている。ふふん、こんなこともあろうかと用意しておいたのよ。アクア様に新年の服をいただけるなんて、このセシリー、来年ももっともっと不況に邁進いたします。よろしく頼むわよ。あとは一つ頼みがあって。もしや、ついにエリス教アクセル支部への道場破りに。違うわよ、日の出がよく見える場所を教えてほしいの。ほら、アクシズ教徒って布教のためにあちこち出かけてるでしょ。日の出ですか。そうですね、心当たりがないこともありませんが。やったわ。実はね、私に立てつく陰険な悪魔がいるのよ。そいつより素晴らしい日の出が見える場所頼むわよ。わかりました、この聖戦の勝利のためにセシリー動きます。不安しかないんだが。このスワ、こちらです。あの山を登った先の景色がとってもいいですよ。この服でよくもあれだけ軽快に動けるものだ。さすがはアクシズ教徒ね。でも町の近くにこんな場所があるなんて知らなかったわ。ここはアクシズ教徒が修行で使う山、言うなれば私たちの庭のような場所ですね。アクシズ教徒が修行？もちろんです。自由参加でこの山の麓付近に集まっては、ビラ配りの練習、勧誘の練習、森の散策。ただ山の麓で適当に遊んでるだけじゃないか。
何を言うんですか。ここはゴリマッスルも出没するんです。ゴリよけの鈴がなければ襲われて危険なんですよ。え、あのモンスターが出るのか。ゴリマッスル、筋肉がすごいお猿さんでしたわね。いや、この時期は筋肉を休めるために寝ていると聞く。あまり騒がずにいれば目を覚ますことも。うほうほう、遅かったみたいですね。ちょっと、初日の出を見に来ただけなのに、なんでこうなるのよ。セジリー、鈴は？モンスター避けの鈴、あるんでしょ。すみません、アクア様。あれは高価なので、簡単に持ち出すことはできなくて。なんでよ。この鈴、ほらほら、ゴリラさんこちらですよ。よし、おびき寄せられたな。ダクネスメル、頼んだ。ふん、メル、私がこいつを掴んでいるうちに早く。本当にいいんですの。私なら大丈夫だ、思いっきり頼む。でしたら、イーナーズーマー。しびれた。いい電撃だった。そう。ほら、じっとしてダクネス。すぐにヒールかけてあげるから。むむむ、カズマ、私の爆裂魔法を忘れないでください。どうしてとどめをメルに任せたのですか。ダクネスがあまりにも期待する目で見てくるもんだから。それにだ、お前だって撃つなら新年一発目の方がいいだろ。ほう、なるほど、確かに。新しい年の祝報は私に任せてください。ちょろい。さあさあ皆さん、もう少し上の方へ移動しましょう。そちらの方がいい景色が見られますから。新年ですわ。おお、湖に光が反射して確かに綺麗な景色だな。やっぱこれよね、まるで心が洗われるようだわ。こうしてアクア様と日の出を待つことができるなんて夢のようです。この昇り来る初日の出を背にした感じ、なんとも言えないかっこよさがありますね。みんなグラスは持った？じゃあ乾杯するわよ。セシリーが見つけてきてくれたこの素晴らしい景色に乾杯！乾杯！乾杯！わー！初日の出に初シュワシュワ、最高ね。長年生きてきましたが、みんなで見る初日の出はこんなにも綺麗なものなのですね。普段はダメな人ですけど、この景色を見られたのはお姉さんのおかげです。ありがとうございます。めぐみさんったら、お礼の気持ちを込めてセシリンお姉ちゃんって呼んでくれてもいいのよ。いえ、それは遠慮します。あ、日が出てきましたわ。よーし、せっかくだし日の出にお祈りでもするか。今年こそ平和で穏やかな一年になりますように。カズマさん、そういうのをフラグって言うのよ。おい、新年早々やかましいぞ。それなら私はゼスタ様の地位を奪い、アクシズ教を我が手中に収められますように。私も今年も重い一撃とヌメヌメと今まで以上の恥ずかしめをこの体に。いたずらをしても怒られない一年になりますように。私の願いは変わらず、爆裂刀を極めること。さあ、その始まりを告げる新年の祝報を解くと見よ。なあこら、こんなところで撃ったら地形が変わる。はあ、新年入
てと言ったのはカスマではありませんか。いいですよ、めぐみさん、ぶちかますんですわ。ちょ、お前たちも煽るなよ。みんなの期待に応えるのがコウマ族。いきます、エクスプローザン。ナイス、初爆裂。たく、新年早々やりやがって。あそこクレーターできてるぞ。後で謝るの俺なんだからな。うん、新年にそんな顔は似合いませんわ。それ、ビリビリー。よーずるいぞカズマ。私だって初日の出を見ながら電撃を。カズマさん、シュワシュワ。入信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 。はあ、太陽がポカポカで眠くなってきました。だーもう、何が新年だ。結局何にも変わってないじゃないか。このスバ、ハッピーニューイヤー。今年もたくさんいたずらしますわよ。あけおめ。新年一発目の稲妻の感想はいかがです。いつも見てる太陽も初日の出だと思うとなんだか感慨深いですわね。お友達とお正月を過ごせて気分はとってもハッピーですわ。初日の出を拝むなんて、カズマの故郷には変わった風習がありますわね。